今回はね北朝鮮、はい、瀕死の状態なんじゃないって思ってたのに、はい、すごい生きてるじゃないですかでガンガンミサイルもやってるじゃないですかそうですね、どうなってんの北朝鮮って話、ね、ああはいはい、大陸間弾道ミサイル ICBM ですね、はいはいはい、ICBM 一発撃ったら最大42億円42億円もするんですか、はい、で中距離ミサイルがまあ20億円20億円、はい、で短距離弾でも7億円とそれ一発撃つのに一発撃つのにかかる費用がそれぐらいだもちろん作ってるのも含めてってことだと思うんですけどねどこに金があるんだという話なんです貧乏だったはずなのそうなんですよ、はい、でしかも経済制裁で封鎖状態です、はい、どこに金があるんだろうなってねいろんな人が、ね、調べたりしてるんですけど、はい分からんとあれ偽札作ってる噂ありましたあの昔ね、はい、ありましたけど、はい、いやもうやっぱりそれはないんじゃないですかあそれはもうないよく言ってるのは麻薬とサイバー攻撃ですよね、はい、麻薬、はい、麻薬だからまああの覚醒剤とか、はい、そういったものを、まあまあ、あれと一緒ですねタリバンとアフガニスタンタリバンであそこもオピウムで作って、はい、世界最大ですよね今あ そ, うでそれでまあ儲けてるっていうところなんですけど、まあだから麻薬でやるかサイバー攻撃だっつってるんですよ。サイバー攻撃は身代金的なこと。で、そうじゃなくて彼らもっとストレートで銀行行くんですよ、はい、思いっきり。銀行にサイバー攻撃。銀行サイバー攻撃して、はい、例えばバングラデシュやられたのは、はい、バングラデシュの中央銀行ですよ。はいはい、にハッキングして、はい、でバングラデシュの中央銀行のふりして、はい、どこどこに送金してくださいっていう。はいはい、嘘のリクエストいっぱいしてそれで凄まじい額800億円かな8000億円かなんか、はい、出したんですよね。でその時すごかったのはバングラデシュの NGO に、うん、ある人全然知らない人が突然現れて、はい、で男性だったみたいですけどでそこの NGO の事務所に現れてすいませんと、うん、実は私 JICA のもんなんですけど、はい、JICA ですよ日本の、はい、で中央銀行がお金が入るんですけどちょっと間違ってこっちに入るんで、はいお宅の NGO に入るん で,、はい、でそこから何パーセントか取っていいですけど、はい、残り私たち現金で引き出してもらえませんかって要請が来たって言うんですよ。すかそれ要するにマネーロンダリングしてるんですよ、はい、だからそれは本当にもう今だからいいけどインターポールの人が、はい、捜査したインターポールの人から直接聞いたんですよ、はい、で JICA って言われてるから、はいはい、お宅ら JICA 調べた方がいいよって言われて、はい、でもちろん JICA の人が言ってるわけじゃないですよ、はいはい、ただ JICA っていう名乗っていろんなところで金引き出してるやつがいると、うんうん北朝鮮が送りつけるの、そうです。だからそういうところでお金引っ張ってきて持ち込んだりっていうことをやってると、はい、いうことなんですよ。基本的に北朝鮮って今こうあるんですけど、はい、ファトフっていうね金融活動作業部会っていうファトフ、はい、政府間会合っていうのがあって、はい、これでもう国際的な経済制裁なんですよね、はい、だから銀行とかそういった送金とか全くできないんですよ、はい、だからどうやってお金入手してるか分かんないわけですよ。そうで何やってんだと。でまあちょっといろいろ取材してみるとですね、はい、彼らの手口がちょっと見えてきた。おやってますね。やりますね。彼らは。はい。まあそんなにまあ驚くようなことではないんですけど、いや、まあやっぱり日本絡んでるんですよね。で鍵となるのはやっぱ中国。おで、日本にいる関係者、はい、もしくはスパイにしたような人たちにクレジットカードを作らせる。作らせる。あとは銀行口座作らせる。はい。でそれで日常生活してるようなふりして、はい、その人は中国にそのカードを持って行って、ほうでデビットカードだったら現金を下ろせるじゃないですか、はいはいはい、であとクレジットカードのお金、はいはいはい、キャッシングできるじゃないですか。それで落とした金を中朝の国境のとこまで行って、はい、手渡しでして、はい、で現金の中に持ち込むっていうのをずっとやってるんです。地味ですけどそれしかないんですよ。地味そうなんです。だって限度額100万とかそういう世界ですよね。本当そうなんですよ。おっしゃる通りで、結構いいのでも100万なんですよね。キャッシュ、ゴールドカードでもそんなもんですよね。そうですよね。でどんだけ上げていってもそれも実績いりますしね。時間かけてこう、その限度額上げていくって感じですもんね。だって何千億とかの分のだって100万なわけですよ。そうですよ。でもそれが一人二人じゃないでしょうからね。はい、何十人何百人っていたら。いやまだですよ。いるでしょうね。100人いてもそうですよ。でもまあそれがどんどん増えていくわけですよ。へえ。要はそれを日本ではそういうこともやってますし、はい、他の国でもやってるわけですから、うん、でそういうのが中国が集まってきてやってると。中国ね。そうそう。でこの間ちょっと話して面白かった人がいて、中国と北朝鮮の国境沿いの中国側ですね、はい、そこの橋があってある、はい、そこの中国側のたもとにもうホテルが建っていて、うん、でそこに結構日本人の人がいるんだと。
自分のそのメッセンジャーみたいなのが来たら上から見てて大体時間で、はい、あ来た来たって下降りていって何かブツブツ交換するとか、そんなこと本当にやってるらしいんですよ。で、まあ、その人実際会ってきたという人もこの間ちょっと話聞いて、ある意味スパイみたいなもんじゃないですか、まあ、大体日本でまあスパイ行為とかって捕まってる日本人って、はい、あの辺でねうろうろしてて捕まってたりするので、あと記者とかも捕まってますしね、よくね。なのででもこの人は捕まらないと、主みたいなやついるみたいですね。でも何やってるかよく分かんない。日本人、日本人。あとは物をそうやって交換するってこともやるんですよ、うん、何か物をもらうんですけど、そうそう、他に物をあげるというようなことをやったり、はい、だから苦労してるんですよやっぱね。でも北朝鮮のものって欲しいものって何ですか。何でしょうね。覚醒剤ですか。やっぱそれが多いんじゃないですか。そうなんですか。本当めちゃくちゃなんですよ。でも当然中国は見逃してるわけじゃないですか。やってること分かっていてっていうことですよね、はいはいはい、それ以外にもやってる方法はあるんですか。お金、お金に関してはそうですね、地下ルート、あと中国と一応北朝鮮の間に何か闇のルート作ってるんですって、うん、お金を要するにその何ですか、相殺できるようにしてるみたいな感じですよね。でお金をよくありますよね、ベトナムと日本もそういう闇ルートあるんですよ、はい、え何ですかそれ。お金送るのに闇ルート、闇ルートがあるんですよ。どういうことですか。要するにこっちからお金送りたいのをまず向こうにプールしておいて、はい、でそれで実際お金行き来しないんですけど、はい、数字だけ行き来するっていうことでお金を出し入れできるようにしてる。えそれ日本の銀行とか違います。じゃなくて完全に地下銀行ですね。感じ地下銀行、はいはい、でまた全然関係ない時お金を持って行って向こうにプールして、はい、でそれをこっちに渡すっていうような目的でっていう感じで数字だけでやり取りしていって、実際お金動かない。ドルでやってる。いや多分日本円とかでやってたりするんですよ。あとは向こうはドンですよね、ベトナムだったら、はい、ドンでやってたり、あとまあドルのパターンもあるんだろうと思いますけど、それはあれですけどね。でもそうやって結局地下で向こうとこっちの間でやり取りしちゃうと全く分かんないじゃないですか。そうですね。イスラムも結構そうですもんね。へー。だからまあそうやってやり取りしてそこからこう行ってるってことなんで、やっぱ中国が鍵になってるんですって。で中国からかなり援助してる、はい、だから実際に金正恩がなった時に、はい、トップに、はい、中国と関係悪くなったんですよね。あ、うん、はい、でその時はやっぱそういうのが止まっちゃったんですよね。へ、だから困ったわけですよ北朝鮮。あ、そうなんですか。だから仲良くせざるを得なかったんですよね。だどっちしてもで、まあ、それで今仲良くしてるじゃないですか、はい、で技術もあって多分それ以外の金ももらってるんじゃないですか、あんだけミサイル発射できるんだからっていうことで。なるほど、まあ、っていうのがね今の北朝鮮のその金のもうなんですか獲得の仕方らしいですよね。普通の人たちはどうやってなんですか。北朝鮮ですか、はい、いやかなり貧しいじゃないですか、貧しいですね、よく食い物がないですか。食い物もないでしょうし、あと電力もね、うん、当然停電届いてないところもいっぱいあるでしょうし、あと餓死してる人たちいっぱいいるって言いますよね。あ、まあ、話には出ますけどね、はいはいはい、誰も確かめようがないですよ、ね、そうなんですよ。いやなんかね映像で出てましたよね、あの広場にどんどん遺体が集まっていくみたいな。へ、うん、それ撮ってるのを見たことありますよね。それはアメリカの衛星とかでそういうの見れる、見れる、見れると思いますよ。ある程度見れると思います。だから国内の経済状況は分かってると思います。発表しないだけで、発表しないだけで分かってる。それはもう情報機関が自分たちで分かってるっていうことだと思うんで、でしかもそれに日本の衛星もちょっと協力してるので、うん、日本もある程度はその辺の状況はアメリカに情報を提供しながら掴んでると思いますよ、はいはい、アメリカは北朝鮮は最終的にどうしたいんですか。いや今のままでこのままいいんじゃないですかっていうのは、あれが体制が壊れた時、金王朝が亡くなった時に、じゃあ次体制どうするんだって話になった時に、当然中国統一併合みたいになる感じにならないんですか、ね、目指すところは。うーん、ていうか誰が主導できるんだって話で、要するにその韓国側が北朝鮮を吸収するってことになった場合に、そうやってアメリカが吸収することになるわけですから、そうするとその国境にあるロシアと中国が黙ってないですよね。だからもしかしたらそこでまだ衝突起きるかもしれないです、ま、だから動いてほしくないんですよねそれ以上。で逆に中国が何かやりだしたらロシアも許さないしアメリカも許さないですよね。だから一番いいところにポツといるんですよね。ベルリンの壁崩壊みたいなことにはならないです。ならないですね。中国は元気のうちは、まあ、うん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 っていうことになるでしょうし、じゃあ元を立たなきゃダメってことですね。そうです。だからこそ北朝鮮に対して今肩入れめちゃくちゃしてるじゃないですか、特にロシアが。そうですよね。だから電力、あとはあのそのインフラ、通信インフラとかそういったもかなりロシア入ってきてますよね、エジプトいたんですけど追い出しても自分たち入ってきます。あ、そうです。だからまああそこ囲りたいっていう、だからまあそれよく分かってると思うんですよ
やっぱりならず者国家たちです、ね、すごいでしょ、なんか 悪そうなやつが並んでるじゃないですか、悪いんですよあの人たち、極悪人さん、そう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 、向こうの世界から見たらこっち極悪人なんですよ、アメリカのあの帝国がみたいなことになってるわけですよ。でもまあそれがこうなんていうんですか、ちょうど真ん中にいて、はい、なんかね不思議な存在ですよね、北朝鮮って。そうなんですよ。でもだからまあ生き延びてられるのもやっぱ周りの国のおかげと。ありがとうございます。